小形正樹から1919 19年7月30日は日本の衛生学者、細菌学者、東京帝国大学医科大学学長、東京帝大教授、日本における衛生学、細菌学の基礎を確立した。1853年被護国に熊本藩医小形原春の子として生まれる。古城医学校を経て、 1880年、東京大学医学部を卒業。翌年ドイツのマックス・フォン・ペッテン・コーファーの下に留学、ミュンヘン大学で衛生学を学んだ。また、1882年からは、ベルリン大学で、ロベルト・コッホの弟子である、フリードリ・ヒレフラーに、細菌学を学ぶ。1884年に帰国。1885年には、 東大医学部の衛生学教室と内務省衛生試験所に着任し、衛生試験所に細菌室を創設する。同年、北里柴三郎にドイツ留学を進めて、レフラー宛に紹介状を書いている。1885年に、活気病原近説を発表するが、ドイツ留学中の北里はこの学説を批判した。現在では、北里の批判が正しかったことがわかっているが、 この事件によって、北里は、東大の医学部と対立し続けることになる。赤竜や、口述のペスト菌の研究でも二人は対立し合い、研究面で何かと対決することが多かったが、私生活では晩年まで交流が続き、尾形の葬儀では北里が弔辞を述べている。1886年帝国大学一科大学の衛生学初大教授となる。 1896年、台湾で、ペストが流行した時に、現地調査を行い、ペスト菌に対する北里の研究の誤りを指摘した。北里が単体分離したと思っていた、病原菌には、実は、ペスト菌を含む2種類の菌が含まれており、この誤りを、北里は認め、自説を撤回している。また、ペストは、ネズミののみを媒介として流行することを証明し、 ドイツの専門誌に発表した。1898年に、医科大学学長を務め、東京学士会員会員、第5回日本医学会総会会頭などを歴任した。1919年、食道癌を患って静養していたが、帰還し、肺に転移し、肺へそも併発して、同年7月30日に死去。妻の越は、石原豊癌の次女。石原は、 農商務県少女機関でパリ万国博覧会では内部一等族、仏国博覧会事務官を務めた。長男の尾形則夫は細菌学者、次男の尾形マスオは衛生学者。ありがとうございます。